なあ霊夢、少し前に韓国社の解説をしたのを覚えているか。確か前回は、韓国社の歴史とか、パクリとか故障とか、なかなかひどい実情を取り上げたわよね。あと現在の販売車種の情報もあったわね。ああそうだ。前回の動画が好評だったから、今回は第2弾を企画してみたぜ。今回はどんな点を取り上げるの？ズバリ、ヒョンデ自動車が製造販売していた高級車ブランドへ格上げされたジェネシスについてだぜ。前回の動画の内容から思うに、今回もジェネシスに関係したヤバい内容が盛りだくさんなの。そうだな。大炎上した CM、事故、リコール問題、リコール学士など、ヤバすぎる過去を解説していくぜ。さらに最近の実績や、日本での販売状況についても解説するから、楽しみにしておいてくれ。そうね。今回も韓国車の面白い話が聞けそうね。それじゃあ早速よろしくお願いします。まずは、ヒョンデ自動車が販売していた、ジェネシスについてだ。ジェネシスがお披露目されたのは、2007年4月のニューヨークモーターショーでのことなんだ。この時はコンセプトカーだったが、翌8年1月に韓国で発売が開始されたんだぜ。コンセプトカーだったのに、市販化までの期間が短いから、かなり完成形に近い状態で登場したのね。でもアメリカで発売されたわけじゃないのね。アメリカで発売されたのは2008年8月のことだ。そしてヒョンデ自動車としては初めてアメリカ市場向けに発売した高級車でもあったんだぜ。ジェネシスって高級車だったのね。てっきり大衆車だと思ってたわ。ジェネシスはヒョンデ自動車で独自開発された初の FR 乗用車だし、レクサス GS、メルセデスベンツ E クラス、BMW 5シリーズなどをライバルに設定したんだ。さらに専用ラインを新設することまでしたんだぜ。すごい気合の入りようね。ああ。そしてジェネシス最大の魅力は販売価格で、ベースグレードは32,250ドルと、高級車としてはだいぶ価格を抑えたんだ。ベンツや BMW を意識しながら、3万ドル前半で買えるならコストパフォーマンスが高いわね。その魅力が報われたのか、2009年には、北米カーオブザイヤーの乗用車部門を、韓国メーカー車として初めて受賞したんだぜ。ジェネシス、なかなかやるわね。それで、肝心のデザインだけど、やっぱりライバル車を意識したデザインになっているの。フロントはベンツに似てるし、リアはレクサス GS に似ている感じだな。ボディ素材には一般の鋼材よりも強度を向上させた高張力鋼を使っているし、接合には接着剤とスポット溶接を併用しているから、ライバル車と比べて、ねじり剛性が 12-14% 向上しているみたいだぜ。価格だけでなく、ボディ性能でもライバル車を上回ってきたのね。さらに極めつけが、2011年と2013年に、イタリアの高級ファッションブランドプラダとコラボした、ジェネシスプラダを各600台限定で発売しているんだ。あのプラダとコラボするなんてすごいじゃない。プラダモデルにはどんな特徴があるの？プラダとのコラボというだけあって、インテリアコーディネートはプラダが担当し、シート素材には、プラダのバッグと同じサフィアーノを採用したんだ。なんとも贅沢なモデルね。さらにボディカラー3層コート処理がされた、ブラックブルーブラウンの専用色が用意され、プラダとのコラボレーションの証として、プラダのロゴと生産番号が記されたシリアルプレートが付けられたほか、革のキーホルダーとブックケースも提供されたんだぜ。プラダとのコラボを前面に押し出したモデルってことね。ちなみに価格は約600万円で、購入者の約4割が40代の女性だったというデータもあるんだぜ。ここまで女性の購入者が多いのも、プラダモデルだからね。内装が他のモデルと違うのは分かったけど、エンジンとかも違ったの。そうなんだ。このモデル専用に設定された 5L V8 エンジンを搭載し、430PS 52.0kgm というスペックだったんだ。他のグレードのエンジンはどんなスペックだったの？韓国向けモデルには自社開発の V6 3.3L と 3.8L、2つのエンジンを用意し、3.3L が 262PS 32.2kgm、3.8L が 290PS 36.5kgm を発生させたんだ。これに加えて北米使用車には、375PS の 4.6L V8 エンジンを搭載したモデルも準備されたんだぜ。ライバル車が多い北米には、それに見合ったエンジンを搭載したモデルを展開するなんて、完全に戦闘モードじゃない。ああ、エンジン以外の装備としては、レーダークルーズ、コントロール、アダプティブ、ヘッドランプ、スマートエントリー、歴史混成のオーディオなどがあるな。装備としては随分と普通なのね。その後、2013年にフルモデルチェンジが行われ、初代より頑丈で軽量の超高張力鋼板を外板に使用して軽量化と燃費向上を実現させたり、後部座席の居住性向上や電子制御 4WD 搭載グレードを追加することで磨きをかけたんだぜ。2代目では車両性能の向上が行われたのね。さらに世界初の安全装備として、運転者の眠気を誘う二酸化炭素の濃度を検知し、自動的に換気システムを作動させるセンサーも搭載したんだ。一気に、ハイテク感が出てきたわね。そうなんだ。こういった改良の結果、アメリカの衝突安全性を評価する、米国道路安全保険協会という非営利団体は、ジェネシスに世界初の全部門満点をつけたんだ。そんなこともあったのね。全然知らなかったわ。
そして2016年2月、実質の後継モデルとも言えるジェネシス GAT が登場し、生産終了となったんだ。ちなみに GAT は、ヒョンデ自動車の高級車ブランドジェネシスから登場したんだぜ。ジェネシスは登場から8年の間に、いろんな記録を作り上げた。ヒョンデ自動車が誇る高級車と言えるわね。そうだな。ここまでは主にセダンタイプについて解説したんだけど、実はジェネシスにはクーペタイプも存在していたんだ。セダン1本で勝負するんじゃなくて、クーペにも手を出していたのね。ちなみにクーペのライバル車は何だったの？インフィニティ G37 クーペを意識して作ったと言われているな。ここでも日本車がライバルなのね。それでどんな感じの車だったの？クーペタイプのエンジンは V6 3.8 リッター 308PS と直四 2.0 リッターターボ 212PS の2タイプで、ブレンボキャリパーを採用したスポーティー仕様になっているんだぜ。クーペタイプは何かの賞を受賞したり記録を残したの？うむ。アメリカのドリフト競技フォーミュラー D に参戦し、2009年のパイクスピークでは、二輪駆動部門で世界記録を達成したんだ。セダンだけでなく、クーペも偉業を達成していたのね。その後、2011年11月にマイナーチェンジが行われ、2.0 リッター仕様は 275PS に、3.8 リッター仕様は 350PS までパワーアップされ、2016年6月に生産終了となったんだ。こうやってジェネシスの概要を振り返ると、実績のあるいい車っていうイメージを持てたけど、市場での反応も良かったの。確かに表面だけ見ると、いい車って思うよな。でもな、実はジェネシスにはヒョンデ自動車のいろんな闇が隠されているんだぜ。その闇を知ると、市場の反応も見えてくるぜ。闇？一体どんな闇があるっていうの、早く教えてよ。霊夢。そんなに焦らなくても、ジェネシスの闇についてじっくり解説していくから大丈夫だぜ。さらに闇だけでなく、ジェネシスに関係した問題や事故についても取り上げていくぜ。突然闇を聞いてもいいけど、心の準備をしたいから、まずはジェネシスに関係した問題や事故から教えてもらえる？もちろんだ。まず最初に取り上げるのは、とある CM で大炎上した問題だ。CM で大炎上ってことは、不適切なシーンがあったってこと？その通りだ。とある CM っていうのは、ジェネシスの安全性をアピールする内容の CM なんだ。安全性の CM っていうと、安全装備とかをアピールするのが最近の主流よね。ああ。でもさっき解説したように、ジェネシスにはこれといった安全装備は備わってなかっただろ。ということは、ボディの安全性をアピールするってことね。正解だ。でもそのアピールの仕方が悪く、大炎上したんだ。それで、どんな CM だったの？ズバリ、ジェネシスとアウディ A8 を相対速度 100km/h で前面オフセット衝突させる内容だぜ。聞いた感じ、そこまで問題ありそうな感じでもないけどな。問題なのはアピールの仕方なんだ。この衝突による両者のダメージはほぼ同じに見えることから、ヒュンダイはジェネシスはアウディ A8 と同等の安全性能を実現していますとアピールしたんだ。ダメージ具合が同じに見えるなら、間違っていないんじゃないの？この問題に隠された、からくりを知らない人には、間違っていないように見えるだろうな。でも実際はそうじゃないんだ。そのからくりって何なの？アウディ A8 は車全体がアルミニウムのボディを持った車なんだが、これは世界的に見ても珍しいことなんだ。そしてアルミニウム車の特徴は、衝突の際に衝撃を最大限吸収するために、ボディが大きく変形することなんだ。つまり、衝撃吸収のためにボディがぐっちゃっとなって、見た目の損傷が激しく見えるってことね。その通りだ。でもその分ドライバーと搭乗者をしっかり守ることができるんだ。ちなみに、トヨタや日産の一部の車には、クラッシャブルゾーンと呼ばれる空間があり、衝突の際に衝撃を最大限吸収できるように、ボディが大きく変形するようになっているんだぜ。なるほど。車の構造上、ボディが変形するようになっているのね。え、ちょっと待って。ということは、アウディは構造上ダメージが大きく見えるけど、ジェネシスはそういう構造じゃないから、単純にダメージが大きかっただけってことなの。そうなんだ、霊夢。どうやら、このからくりを見破ったようだな。構造上ダメージが大きく見えるのか、それとも構造に関係なくダメージが大きく見えるかでは、安全性能に大きな差があるよな。そうね。ドライバーや同乗者が受ける衝撃は全然違うわね。ああ、この構造の違いを知った上で、意図的にジェネシスは、アウディ A8 と同じくらい丈夫に作られているという認識を植え付けようとしたんだ。これを知ったアウディはほっとけないでしょうね。うむ。実際アウディはこの点を指摘し、消費者を惑わすものだとして、ヒュンダイを非難しているんだ。それに対してヒュンダイは何と言っているの？この CM について、ヒュンダイの関係者は、世界的な名車にも劣らないくらい頑丈だという点を消費者に見せつけるため、このシーンを挿入したが、結果は大満足と話しているんだぜ。呆れて言葉が出ないわ。さらにジェネシスの他の CM でも、ライバル車を意識していることがわかるシーンがあるんだ。それはどんなシーンなの？今度は BMW5 シリーズがターゲットなんだ。まず BMW がジェネシスを抜き去るんだ。そしてその BMW をジェネシスがクルーズコントロールで追走し、再び抜き返すっていう CM だ。ジェネシスの走行性能は BMW と同等ですよっていうアピールね。
でもこれだけじゃ終わらないぜ。次はジェネシスの事故についても解説していくぜ。次は事故か、気が重くなってきたわ。それでどんな事故があったの？事故が起こったのは2021年2月のロサンゼルス近郊で、プロゴルファーのタイガー・ウッズ氏の乗っていた車が横転した事故なんだ。思い出したわ。確か反対側の車線に乗り出し、道路の下に落ちたのよね。そうだな。そしてこの時タイガー・ウッズ氏が運転していた車が、ジェネシス GV80 っていうモデルなんだ。ねえ、マリサ。事故の話を聞く前に、GV80 についてどんな車なのか教えてくれる？そうだな。そこを説明しないとよくわからないからまずは説明するぞ。GV80 は、ヒョンデ自動車の高級車ブランドのジェネシスが販売する、ブランド初の SUV だな。なるほど。トヨタのレクサス、日産のインフィニティみたいな感じってことね。そして BMW X5、レクサス RX などと同じセグメントに属する車で、2020年1月に登場したんだ。高級 SUV っていうことは、内外装のデザインにも力を入れているんじゃない？ああ、デザインを担当したのは、かつてフォルクスワーゲングループでアウディ、ランボルギーニ、ベントレイなどのデザインを手掛け、後にヒュンダイへ移籍した、ルク・ドン・カーボルケ氏が手掛けたんだ。随分と実力と実績のあるデザイナーを引き抜いたのね。彼が持つ実績通り、GV80 のデザインに一目惚れする人は多く、GV80 が公開された直後には数千台、そして2ヶ月後には7千台以上の予約注文が入る大反響だったんだぜ。エンジンスペックはどんな感じなの？プラットフォームは RWD ベースで、エンジンは 2.5 リッター直4シングルターボ、3.5 リッター V6 ツインターボ搭載の2パターンが用意され、それぞれ 304PS と 380PS を発生させるんだ。ちなみに韓国向けに 3.0 リッター直6ディーゼル 278PS のモデルもあったんだぜ。高級 SUV を名乗るくらいだから、装備も充実していたの。先進運転支援システムとして、機械学習ベースのスマートクルーズコントロール、ハイウェイドライビングアシスト2、前方視覚後退時衝突回避支援システムが搭載されたんだ。つまり走行中の危険回避をサポートする装備が詰め込まれているのね。ああ、この他にも、フロントカメラで路面状況を検知し、その状況に応じて減衰力を制御するロードスキャン機能付きの電子制御式ダンパー、10個のエアバッグ、運転者が眠りに落ちた時に警告を発する内部カメラ、空気清浄システム、世界初搭載となるロードノイズを低減させるシステムなども搭載されたんだぜ。デザインだけでなく、装備面も気合入りまくりだわ。これだけの装備があると、販売価格もかなり高額なんじゃない？そう思うだろ。でもコスパの良さは昔からのお家芸だから。2.5 リッターターボのベースグレードで48,900ドル、3.5 リッターの最上級グレードでも79,550ドルだったんだぜ。デザイン装備価格、すべてでライバル車より優位に立つようにしたのね。GV80 の特徴は理解できたから、本題となる事故についての解説もお願いね。さっき霊夢が言った通り、ウッズ氏が運転する車両は、高速道路中央線を越え、反対側の車線に乗り出し、6メートル下に転がり落ちたんだ。この衝撃により、フロント部分が大きく破損し、救助隊がフロントガラスを取り外してウッズ氏を救助することになったんだ。でも確か、ウッズ氏は足を骨折する重傷を負ったけど、命に別状はなかったのよね。ああ、不幸中の幸いだな。そしてこの事故をめぐりアメリカではジェネシスだから命が助かったと主張する人もいれば、ジェネシス以外の車だったら、怪我をしなかった、あるいは事故は起きなかった、と主張する人もいて、ちょっとした論争が起きたんだぜ。どちらの主張もわかるわ。でもさ、どうしてウッズ氏は GV80 に乗っていたの？いい質問だな。実はウッズ氏が参加していたのは、ジェネシスインビテーショナルという PGA ツアートーナメントの一つで、名前の通りジェネシスが冠スポンサーとなっているんだ。それが今回の事故と関係あるの？終わりだぜ。なんせ事故が起きたのは、この大会期間中だったし、この期間に限りジェネシスから GV80 がウッズ氏に貸与されていたんだからな。ということは、GV80 はウッズ氏の所有者ではなく、貸与されたから乗っていただけなのね。そしてその時に事故が起きてしまったというわけか。ああ。そういう事情もあるから、余計に今回の事故が大々的に報道され、世界中の人々の関心を集めたんだ。それで事故の原因は分かったの？ああ、主な原因は、道路状況に対し安全でない速度での運転と、カーブを曲がりきれなかったことみたいなんだ。が、この結果を疑問に思う人も多いようだな。ウッズ氏の運転が原因ではなく、ジェネシスに何らかの不具合が起きたために事故が起こったんじゃないかと、疑う人がいるってこと？そうなんだ。でもジェネシスの過去を調べると、そういう疑問が起こる理由もわかるんだ。え、そうなの。一体どうして？それはな、過去3回にわたりリコールを出しているからなんだ。リコール問題ね。リコール内容にもよるけど、場合によってはジェネシスを疑いたくなるかもしれないわ。ああ、過去3回のリコールとは、1、ブレーキ系統の不具合、2、エンジンの欠陥、3、燃料ポンプの欠陥だ。特に1と2のリコールは大事故につながる可能性十分じゃない。それじゃあ一つ目のブレーキ系統の不具合から解説お願いします。
リコールの届け出があったのは2013年11月で、対象となるのは2008年4月から2012年3月までに生産され、米国で販売されたジェネシス約4万3500台なんだ。結構古い話なのね。今回の件とは関係ないように思えるけどな。確かに、直接の関係はないな。ただ、過去にジェネシスで発生したリコールということの参考情報だ。でも内容は結構すごいぞ。どんな内容だったの？ブレーキフルードの性能が悪く、ブレーキ油圧制御系統が腐食する可能性があるというものだ。この場合、ブレーキの効きが悪化し、事故のリスクが高まるとされているんだぜ。ブレーキフルードの性能って、品質テストしなかったの？って思うレベルだわ。まさにそういうツッコミをしたくなるよな。でもこれは序の口なんだ。あと二つのリコールが残ってるからね。ああ、二つ目のリコールはエンジンの欠陥なんだ。でも実際のところ、リコール対策は講じられていない、めちゃくちゃ怖い事例だぜ。しかも、この症状が見られたモデルはジェネシス GV80 なんだ。え、ウッズ氏が乗っていた車と同じじゃない。そうなんだ。正確に言えば、ディーゼルエンジン車で症状が報告されているんだが、ウッズ氏がどのモデルに乗っていたかまでは明らかになっていないから同じモデルかもしれないよな。どんな症状だったの？走行中や停車中の揺れで、実際に被害に遭った人が言うには、ハンドルや車内のものが大きく音を立てて動くほどの揺れだったとのことなんだ。まるで地震のような揺れってことね。しかも被害に遭った人がいたのね。そして怖いのは、この症状は高速道路走行中に起こったみたいだぜ。さらに突然車が大きく揺れ、危うく事故を起こすところだったと恐怖体験を語っているんだ。他のオーナーは大丈夫だったのかな？いや、この症状が起きたのは2020年6月で、今回の当事者が体験したことをネットに投稿すると、同様の不具合を訴えるオーナーが続出したというから、恐ろしいんだ。同じ症状が発生しているのに、リコール対策をしてないのね。それってヤバすぎじゃない？まったくだ。ちなみに原因は、低回転数のまま長時間走行した際、エンジン内部にカーボンが堆積することにより、激しい揺れが起きることなんだ。そしてこの症状に対してヒョンデ自動車は、車両の出荷を停止して問題点を改善すると発表したんだ。問題点を改善するのは当然だけど、すでに出荷されたエンジンはどうなるの？これに関しては、無償でエンジンの点検をするっていう対策しか取っていないんだぜ。何それ、エンジンを点検してもらったところで、いつ症状が発生するかわからないから、全然安心して乗れないじゃない。この対応はあまりにもお粗末だよな。でもな、これで終わりじゃないんだ。まだ最後の一つが残っているからな。この際だから、徹底的にリコール問題と向き合うわよ。三つ目のリコールは、燃料ポンプの欠陥だな。このリコールが明らかになったのは2020年9月で対象者は、またしても GV80 の約8800台なんだ。同じモデルで2回目のリコールか、やばいわね。具体的な内容としては、燃料ポンプの製造過程において傷ができてしまい、その傷によって内部に異物が発生し、燃料供給に支障が出てエンジンが停止する可能性があるというものだ。これも被害者がいるのかな？いるんだぜ。しかも実際に起きたのは、エンジン停止よりも怖い症状で、フロント部分から火が上がり、車が燃えるものだったんだ。ただ、この時燃えた車は GV80 ではなく、セダンタイプの G80 なんだけど、納車後わずか6日目の出来事だというから驚きだよな。マリサ、言葉を失ってしまいそうだわ。さらに同じエンジンを搭載している GV80 についても、発売後わずか45日でリコール対象となったんだ。この一連のリコールを受け、ヒュンダイではない部分析が行われたんだが、その結果もヤバいぞ。その結果とは、マイナーチェンジモデルにおいては、発売3ヶ月の間で100台あたり2から3台に品質問題が発生している。新車だと100台あたり5台が品質に何ありという結果だ。大衆車と高級車どちらにおいても、欠陥車を売りつけまくった挙句、ライバル車たちと同等の品質があることを宣伝していたっていうわけね。でもな、実はこれ以外にもまだまだたくさん問題が出てくるぜ。GV80 に関係する問題で明らかになってるのは、走行中にカーナビヘッドアップディスプレイその他カメラが作動しなくなる。突然の放電で走行不可っていうのもあるんだ。まだまだありそうね。この際だから全部の問題を知りたいわ。霊夢がそう言うと思って、少し調べてみたんだ。するともう一つのリコールが出てきたんだ。セダンタイプの GAT も含めるともう少しあるぞ。さすがマリサ。やるじゃない。まずは GV80 に関する追加情報だ。内容としてはシステムの欠陥で、車が急にバックするものだ。突如、暴走車と化すのね。ああ、どうやらオートマのシフト操作において特定の操作。つまり B、D、R、D と入れると急更新することが分かったんだ。このシフトパターンってよく使うよね。前進すると思ってるのに突然バックしたら、パニックになって身動きが取れなくなりそうだわ。これはマジで怖いやつだな。運悪く対向車とか歩行者がいたら、巻き込まれる可能性もあるしな。GAT の問題っていうのは、ブレーキや駆動力を制御する電子制御油圧装置内部がショートして、火災が発生する可能性がある問題なんだ。
2021年5月に明らかになり、対象車両はジェネシス GAT を含む4車種71万台で、中でも GAT は22万台と最も多いリコール対象になっているぜ。とんでもない台数のリコール話ね。この他にも、リアコンビランプの点灯が左右非対称、遠隔スマート操作駐車補助機能異常、エアコン作動時の冷却ファン騒音っていう問題も明らかになっているんだ。もはや GVAT、GAT の全部が欠陥と言っても過言ではないレベルね。この事実を知った購入者や世間の反応はどんな感じなの？今回見つけた反応としては、8000万ウォン、日本円で800万のおもちゃだな。自分につけられた値段にびっくりして車がブルブル震えているのでは。欠陥を認めるだけでどうする？購入者に責任を押し付けるのか。ヒョンデ自動車の年俸はトップだけど、技術力や責任感はビリだ。そのお金を出せばドイツ車や日本車が買えるのに。レクサスに追いつくにはあと100年はかかる。ジェネシスはレクサスのようなブランドを目指しているけど、まずは匠の精神から学んでほしい。など、当然とも言える反応ばかりだったぜ。一連のリコール問題を聞いたから、何か明るいニュースを聞きたいんだけど、そんな話題はあるの？あることはあるぞ。でもそれは一番最後まで取っておいて、その前にもう一つ話したい話題がある。それはエンジンの欠陥を隠していたことに対する内部告発についてだ。またしても欠陥か。しかも隠していたとは、悪質だわ。これも気になる話題だから教えてちょうだい。この内部告発が世間に公表されたのは、2016年のことで、告発者はヒョンデ自動車の元部長なんだ。それでどんな内容の告発だったの？エンジンが凍りついたり、火がつく可能性がある、シータ2エンジンの欠陥を認知していながらも、適切な対応をとっていないというものだったんだ。そして対象車は100万台以上もあることも知っていたんだ。またしても重大問題ね。彼はどこに内部告発したの？米国運輸省道路交通安全局 NHTSA と韓国政府に提供したんだぜ。ちなみに問題が起こったシータ2エンジンっていうのはどういうエンジンなの？簡単に言うと、ヒョンデ自動車グループが開発製造する直四エンジンのシリーズ名だな。2004年に初搭載され、2009年に排ガス規制対応やエンジン出力を向上させたシータ2が登場したんだ。自社開発エンジンだったのね。道理で変な問題が起こるわけだわ。元部長が告発した後はどうなったの？この告発を受けて NHTSA による検査が行われた結果、エンジンの欠陥に関する重要な情報が正確に報告されていなかったと判断されたんだ。そして2017年に、米国と韓国で同時にリコールし、米国で約130万台、韓国で約17万台が対象となったんだぜ。当然の結果よね。それで内部告発した人は無事だったの？それがだな、告発の後、会社の営業秘密を流出するなど社内セキュリティ規定に違反した疑いにより解任。そして業務上背任の容疑で検察にも告訴されてしまったんだ。裏切り者は即追放ってことね。しかし、世論はこの結果に反発した結果、彼の懲戒解雇取り消しになり、社員として勤務を続けることができたようだな。世論の反応が正しくてよかったわ。でも、これで終わらないところがヒョンデ自動車だよな。告発を受けて韓国当局も専門家を招集し調査を行ったんだ。その結果、当局はいくつかのリコールを要請したにもかかわらず、ヒョンデ自動車は、その必要はないとしてリコールを拒否したんだ。政府にも噛みついたのね。完全に自分たちの利益しか見えていないわね。当局はこの反応に当然激怒し、ヒョンデ自動車に強制リコールを言い渡すとともに、刑事告発をしたんだ。韓国政府も良識ある判断を下したのね。そうしたら、この問題は無事に解決したのね。そうだな。2020年10月にヒョンデ自動車は、シータ2エンジンに振動が発生することや停止するなどの欠陥があったことを認め、2010から2019年製の車両を保有する顧客に対して、障害保証プログラムを提供する決定を下し、この問題は終わったんだ。該当車両のオーナーは、少し気持ちが楽になったでしょうね。ちなみに内部告発者は、NHTSA から2400万ドルの懸賞金、韓国の国民権益委員会から1900万円の懸賞金と勲章を受け取ったんだぜ。この告発がなかったら、エンジンの問題は闇に葬られていたかもしれないし、多くの犠牲者が出た可能性もあるから、彼の取った行動に対する報奨があっても当然ね。ここまでのヒョンデ自動車のヤバすぎる事件について考えた上で、もう一度ウッズ氏が乗っていた GVAT での事故について思い返してほしいんだ。そういえば、ウッズ氏の事故から始まった話だったわね。あまりにもリコール問題がひどすぎて思考停止してたから、すっかり忘れていたわ。そうだと思ったぜ。思い返してみると、ウッズ氏の事故原因は、道路状況に対し安全でない速度での運転と、カーブを曲がりきれなかったことだったな。そしてこの原因が本当なのか疑う人もいたんだったな。リコール問題について、話を聞く前と聞いた後では、GVAT に対する印象が全然違うわ。この問題を知っている人なら、事故の原因を疑っても不思議ではないわね。ああ、このように何かと話題が尽きないヒョンデ自動車なんだが、今現在はどうなっていると思う？信頼と人気が落ちた、最低な会社になっていると思うわ。どうしてそう思うんだ？
だって、リコールを隠してたし、信用できない質の悪い車をたくさん作ってるからね。それに、リコール隠しといえば、三菱自動車の件もあるからさ。確かに三菱の状況と似ているな。三菱は一連のリコール隠しの影響を受けて、退職者続出、株価大暴落して倒産しかけたからな。でもヒョンデ自動車は、三菱自動車とは違う結果になっているんだ。どういうこと？実はな、今や世界3位の自動車メーカーにまでなっているんだぜ。世界3位って、何がどうなったら、世界3位になれるのよ。そう思うのも当然だ。ここまではヒョンデ自動車のヤバい話がメインだったからな。でもこれは決して、ヒョンデ自動車の評判を落とそうとか、悪意を持って取り上げてきたわけではないんだ。そうね。あくまでも実際にあった話を解説してきただけだからね。ああ、そういうわけで。ここからはヒョンデ自動車が世界3位の自動車メーカーであることをリスペクトして、最近の情勢についても解説していくぜ。これまた面白そうな話題ね。そもそもなんだけど、これまでの世界トップ3自動車メーカーってどこかわかるか。まずはトヨタね。そして、フォルクスワーゲン、この次は、あれ、どこだっけ？ゼネラルモーターズだな。でも今の構成では、トヨタフォルクスワーゲンに次ぐのがヒョンデ自動車というわけだ。ちなみにこれは主要66カ国地域での販売台数が3位という意味だ。これまでもそんな上位にいたの？そうなんだ。2010年に販売台数で5位にランクインしてから、2021年までずっと5位だったんだぜ。まさかのトップ5にランクインしてたなんて知らなかったわ。ちなみに、2022年のアメリカにおける電気自動車 EV 販売では、テスラに次ぐ2位のザオフォードモーターと争うほどなんだ。すごい勢いね。でもどうしてそんなに勢いがあるの？いい質問だな。実は同じようなことを CEO に質問した記者がいるんだ。その答えはサプライチェーン管理が鍵となった。半導体不足にもかかわらず、柔軟な対応及び、可能な限り生産の最適化と保護を図っているとのことだったんだ。つまり部品調達における管理を徹底した結果ってことね。でもそれだけじゃないわよね。もちろんだ。2022年の販売実績のデータを分析すると、それ以外の理由がわかるぞ。専門家みたいね。それでどんなことがわかるの？実はロシアや中国市場での販売は不振だったんだ。でもその不振を、欧米や東南アジアなど他の国や地域で補うことができたんだ。特に北米欧州市場で機敏に対処したためだと分析できるんだ。この機敏さっていうのが、サプライチェーン管理につながるってことね。ああ。そしてこの流れを勢いづけているモデルが、ジェネシスでもあるんだ。冗談でしょ。リコールばかりのお粗末な車っていうイメージしかもうないわよ。こらこら。なんだかんだ言って、きちんと処理してきたことだし、もう少しリスペクトしようぜ。話を戻すと、ジェネシスの勢いがあることは販売台数を見るとわかるんだ。再びマリサ専門家による分析が始まるのね。ジェネシスが高級車ブランドとして立ち上がってから、2022年で7年が経つんだが、ジェネシスの世界販売台数が2022年10月に累計80万台を突破したんだ。さらに直近5ヶ月で約10万台を売り上げたんだ。本当に波に乗ってるのね。その80万台の内訳とかはわかるの？もちろんだ。韓国国内で約57万台、海外で23万台だ。そしてセダンタイプが全体の 70%、SUV タイプが残りの 30% という割合になっているんだぜ。韓国国内では大人気なのね。そこに関してはさらに情報があるぞ。2020年のデータでは、ジェネシスが4年ぶりにベンツを抜いて、高級車販売台数1位に返り咲いたんだ。ちなみに1から7月まで販売台数は、ジェネシスの6万5000台に対し、ベンツは4万1000台、BMW は2万9000台だったんだぜ。ベンツとは2万台、BMW とは倍以上の差をつけているのね。これは面白いデータだわ。でもどうしてこんなに人気があるのかしら。それは、冒頭で少し触れた通り、優秀なデザイナーを招き入れ、大幅なデザインの刷新を図ったからなんだ。どんな点で？ざっくり言っちゃうと、これまでのヒョンデ自動車の車は、デザインの模倣が疑われるモデルが多く、二番煎じという印象を持つ人が多かったんだ。それが一点、これまでにない洗練されたオリジナリティのあるデザインになったもんだから、これまでのヒョンデ自動車とは違うと注目を浴び、人気になったんだ。これだけ勢いがあると今後の展開も気になるけど、その辺の情報はあるの？もちろんだ。これに関しても CEO は、これからの成長や今後の見通しにとって重要なのが、電動化の積極的な推進だ。と述べ、2030年までに少なくとも17もの EV モデルを投入する計画を立てているみたいだぜ。アメリカ国内ではテスラに次ぐ販売台数を記録してるみたいだし、体制は整いつつあるってことね。ああ、この EV 事業に関して言えば、この事業に参入した2015年度の年間販売台数はわずか530台だったのに、2020年には10万台、2021年は20万台を上回る絶好調ぶりなんだ。そんなに EV に力を入れていたなんて知らなかったわ。これじゃあ日本メーカーも、うかうかしていられないんじゃないの？霊夢、その通りなんだ。ヒョンデ自動車は2022年に日本再上陸を果たし、日本でもう一度土台を据えようとしているからな。
そうだったわね。前回の動画でも、懲りずに再挑戦しにやってきたって言ってたわ。その時の繰り返しになるかもしれないけど、日本での販売戦略ってどんな感じだったっけ？販売方法は少し特殊で、基本オンライン注文のみの対応になるようだな。実際、セールス部門の関係者は、お客様が来店前に、新車オーダーの基本的な手続きをオンラインで行うことを前提にしている、と語っているんだ。でもそれじゃあ、実車も見れないし、ネットを使わないと車を注文できないことになるわよね。ああ、さらにオンラインだけだと、納車はできないし、点検や修理もできないから、当然建物は必要だよな。その建物はどうしたの？横浜市内にショールームのような施設を作り、その隣に EV と燃料電池車専用の整備工場を作ったんだ。そしてその施設には、実車を見ながら購入検討できる商談スペースも設けられているから安心だぜ。そうよね。今のところショールームは横浜のところにしかないの。そうみたいだな。当分は横浜のみで様子を見るようだ。ちなみに整備に関しては、北は札幌から南は鹿児島まで、全国17カ所の協力整備工場があるみたいだな。それで、ショールームではどんな車が展示されているの？アイオニックという EV 専用モデルを扱うブランドから、アイオニック5と、水素自動車のネッソこの2台のみの取り扱いだ。販売価格はアイオニック5が479から589万円の4グレード構成。ネッソが1グレード構成の776万円となっているぜ。EV に力を入れていくという CEO の宣言通り、ガソリン車の販売は行わないのね。このラインナップで販売は順調なのかしら？担当者によると、販売の初速はいいみたいだぜ。そして購入者の半分が関東圏、男女比は男性が 98%。年齢層は、30代から50代までが多いみたいだな。もうそこまでのデータがあるのね。これは近い将来、ヒョンデ自動車の反撃が始まるかもしれないわね。そうかもな。特に、これまでの戦略だったコスパ勝負ではなく、個性的な内外装デザインや先進性で勝負をかけてくるだろうから、甘く見てると危ないかもしれないな。でも日本車だって、各メーカーが競い合って EV 車をはじめとする、近未来的な車を開発販売しているから大丈夫よ。ああ、いい意味で他社から刺激を受け、これからも世界に誇れる車を販売し続けてほしいな。ということで、今回はヒョンデ自動車のジェネシスと、その闇と歴史を振り返りながら、これからの展望を解説したぜ。もしよかったら、みんなの熱い気持ちをコメントしてくれ。そして、この動画が面白いと思ったら高評価よろしく頼むぜ。みんなのコメントと、高評価のおかげで動画作成頑張れてます。これからもみんなが楽しめるような動画を投稿できるように頑張るので、チャンネル登録で応援していただけると、とても嬉しいです。それでは今回も最後までご視聴いただき、ありがとうございました。